アープ220は、ヘビザの方角2億5000万光年の距離にある銀河。二つの銀河が融合し衝突している姿である。ホルトン・アープのアープアトラスに収録された220番目の天体である。二銀河の融合は7億年前から始まっている。ハップル宇宙望遠鏡によるアープ220アープ220は最も近い超高高度赤外線銀河である。 そのエネルギー出力は赤外線天文衛星 IRAS による観測で判明したユーリグの典型的な例とみなされ多くの研究結果をもたらしたそのエネルギー出力のほとんどは2つの銀河の融合によって引き起こされた爆発的な星生成活動によるものと考えられているハップル宇宙望遠鏡は 装填観測用項性能カメラを用いた可視光での観測と近赤外カメラ及び多天体分光器を用いた観測を行い200以上の巨大な星団が銀河中央にあることを明らかにした。これらの星団で最も大きいものは太陽質量の1000万倍はある。チャンドラ X 線観測衛星と XMM ニュートンによると ARP220 は おそらく活動銀河核を持っている。アープ2 2 0は銀河の融合と活動銀河核の間にある興味、深い疑問を投げかけている。なぜなら銀河の衝突は、スターバーストの引き金と考えられており、活動銀河核へのエネルギー供給は、超大質量、ブラックホールによるものと考えられているからである。ジェームズ・クラーク・マクスウェル望遠鏡にあるスキューバのような、 機器を使用したサブミリ波での観測では、驚くべきことに、アープ2 2 0のような超高高度赤外線銀河が、多数見つかっている。2008年には、アレシボ天文台の天文学者が、有機分子を発見している。アープ2 2 0は少なくとも、O、メガメーザーと、水メーザーのメーザーゲーを持っている。2011年10月、記録破りな7つもの超新星が発見された。 ありがとうございます。